ディズニーズ・クリスマス・キャロルは2009年のアメリカ映画。原作はチャールズ・ディケンズの小説、クリスマス・キャロル。監督はロバート・ゼメキスであり、ポーラー・エクスプレス、ベオウルフ、ノロワレシ、勇者をさらに発展させた CG 技術が使われる。3D 版も上映される。スクルージマーレー紹介を営んでいた初老の男スクルージは冷酷で、 無慈悲な人間で、彼を知る者の多くは、エゴイストのスクルージを意味嫌い、仕事仲間であった、マーレーの葬儀の際にも伏せを出し渋るばかりか、泣き殻のまぶたに置かれた、名銭を持ち去るほど金に取り憑かれた男であった。葬儀から7年後のクリスマスイブの夜、亡霊となったマーレーが彼を訪ねてきた。生前、会計事務所にこもって、人生を無駄にした自分の愚かさを嘆き、 犯した罪の分だけ、重く長くなった鎖に囚われた自らの姿を指して、このままでは、お前も同じ運命をたどると忠告をしに来たのだ。そして、お前のもとに三人の精霊が現れると言い残して去っていく。ほどなくして、最初の精霊がスクルージの前に姿を現した。彼は、スクルージの過去のクリスマスの精霊だと自らを名乗った。ありがとうございます。